はようございます。それでは私の方から今日は1点発表させていただきます。四国横断自動車道徳島東インターチェンジ徳島ジャンクションにおける徳島市川内町朝日の小松下別区地区の設計協議調印式についてであります。四国横断自動車道も言うまでもないものでありますが、地域高規格道路穴あき自動車道とともに四国の八の字ネットワーク形成をする、産業経済の発展、これはもとよりでありますが、交流圏の拡大、そして今インバウンドでもね言われておりますが、観光の振興など特に県南地域の活性化に寄与することはもちろんのこと、平時においては救命救急、また災害時の緊急輸送道路として安全安心の確保に大変重要な役割を果たしているものであり、まさに命の道路といって過言でないところであります。その整備促進に今鋭意取り組んでいるところであります。ということで少しパネルを見ていただきたいと思います。まあ、こういう形でこのところとしてところですかね。まあ、こうした中、この度有料道路区間、今お示しをいたしました四国横断自動車道徳島東徳島ジャンクション間におきまして、平成25年の9月から徳島市川内町、今申し上げた朝日の小松下別区地区の皆様方と設計協議を重ねてまいりました結果、去る1月の24日日曜日となりますが、地区対策協議会の皆様方の合意が得られることとなりました。そこで来る2月の11日の木曜日午後3時15分から川内町民会館におきまして、地区対策協議会の皆様方、さらには西日本高速道路株式会社、さらには徳島市、そして徳島県、4社によります設計協議調印式を取り行う運びとなりました。今回の朝日の小松、そして下別区の調印によりまして、徳島東、徳島ジャンクション間3地区すべてでの設計協議が完了し、平成31年度の協議を開始に向けまして大きく前進をする運びとなります。またこの調印をもちまして、四国横断自動車道全地区の設計協議がすべて整ったことと思いまして、これを弾みといたしまして、四国横断自動車道の県南延伸に向けて国、西日本高速道路株式会社、また地元の皆様方との連携をしっかりと図りながら、一日も早い使用開始を目指していきたいと考えております。まあ、これまでの鳴門ジャンクションから徳島インターチェンジ、すでにここは土曜開始となっているものでありますが、あるいはその途中にあります松重の24時間大型車対応可能のスマートインターチェンジ、ここから県道徳島空港線西延伸ということでね、徳島阿波踊り空港と高速道路が直結をする、またマリンピア沖ノ洲の耐震強化岸壁完成をし、そしてここに 1.7 倍大型船化をしたオーシャン高級フェリー、こちらが入港をしてきたということで、まあ、ここと徳島東インターチェンジの間は 1.5 キロ自動車だと3分の距離、まあ、ここがいよいよ出来上がりますよね。今度は海の玄関と高速道路が直結となるわけでありまして、まあ、こうした進化を遂げていく陸海空交通体系のさらなる進化、そして平成26年度27年度をエポックメイクの年、まあ、このように生んできたわけでありますが、次なるエポックメイク平成31年ここへ向けてしっかりと取り組みを進めていきたいと考えております。私の方からは以上です。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。発表事項について質問等ありませんでしょうか。ありませんでしょうか。以外について各社質問をお願いします。
あの徳島市の中です、はい、先日あのナルトワカメの理想が、はい、あのまた去年の11月について各社と、今回その特にあのナルトのいわゆる開発防止に取り組むブランド部会のトップであるということなんですが、ここらはまずそのそういうことが出たことに対してまず知事はどう捉えていらっしゃるんでしょうか。はい、まあ、結論から言うと大変まあ残念なこと、つまり業者の皆様方、事業者の皆様方と共にこのナルトワカメのブランドを守っていこうということで立ち上げたブランド対策協議会であるわけでありますから、その部会長さんが、まあ、そうした形の会社ですね、そうなってしまう、まあ、ご本人からも、まあ、これは大変申し訳ないというお話はあったわけでありますけどね、まあ、こうした点を何度も何度も繰り返すようではね、やはりこの消費者行政といったもの、やはりまだまだ甘い部分がある、もっともっと我々提言をしてきた制度といったもの、まあ、いよいよ長年我々が言ってきた、つまり今不正を働いて例えば罰金を取られる、でも不当に得た利益の方が桁が一つ大きいとよく言われるんですね。ということでこの不当利得の返還請求、まあ、こうした点を、まあ、長年実は徳島から政策提言をしてきたところなんですが、まあ、政権交代をこう何度か減る、まあ、その前からですかね、自民党政権の時に言って、そして民主党政権になってまた自民党政権、まあ、これがようやく今年の4月から課徴金制度ということで、まあ、そうした不当利得を、まあ、没収といいますかね、取っていく、まあ、そうすることによってモラルハザード、これを何としても阻止をしていく、まあ、でもこうしたいわば禁じ手的な点、まあ、罰則がなければちゃんとできないということではあまりにも情けない、まあ、しかしそうしたセーフティーネットといいますかね、これをしっかり張っていくということは重要なことですし、今回もその摘発の発端となったのは措置命令権限を、これも政策提言をして、我々国から都道府県の方へ消費者庁から移すという形で、まあ、食品表示 G 面、これが条例でも位置づけられているわけです。権限を持った G 面がしっかりとした調査の中からこれを見出したということで、まあ、こうした制度というのはだいぶ機能している。あとは事業者の皆さん方にぜひそこは分かっていただきたい。一回失ったその信頼っていうのはどれほど回復するのが難しいのか、もっと言うとこのブランドナルトワカメというもう、ね、水戸黄門の印籠じゃないですけど、もうこれっていうね、もう皆さんがもう、あ、ナルトワカメですよねってこう言ってもらうまでここ来たというのは、これまでの多くの生産者の皆さん、また加工事業者の皆さん、多くの皆さん方が積み上げてきたその成果でも、これを失うのは簡単なことでありましてね、まあ、そうした意味でもやはりこれ、まあ、こうしたことがもう二度とね繰り返されることのないように、課徴金制度ができたからこれでやめたんだということのないようにね、ぜひ言ってもらいたい、まあ、我々としてもこうしたことが制度として行うことができないような体制というもの、これは日々考えて進化する消費者行政というものをしっかりと展開をしていきたい。もちろん消費者庁の皆さん方と連携をしていく、これは重要な点となりますのでね、しっかりと取り組みを進めていきたい、どのように考えますか。まあ、今回その2008年にあのジャス法のなってから、2008年以降立て続けで、まあ、何度も何度も起きているということで、その、まあ、もちろんその事業者の取り組みっていうか姿勢というのが一番問題だと思うんですが、その行政としてのいろいろ取り組みっていうか、これまで、G 面を増やしたりとかいろいろされてこられたと思うんですけど、ただ例えばただ認証制度にしてもまだほっと業者が少ないとか、あるいはその営業届けでもようやくまあ去年の9月に義務化されたということで、その取り組みっていうか、その行政の県の取り組みっていうのが甘かったのではないかという指摘もあると思うんですけども、ここらはこれは県の取り組みというか国の制度なんですよね。我々がなんで消費者庁というか消費行政を束ねる役所が必要だと平成20年の5月に提言をしたのかっていうのは、19年の最初のワカメの偽装事件、そしてやはり業を守る役所と業を監視する役所が当時は一緒だったんですね。で、我々はマスコミの皆さんにも言われて、当然食の安全安心、消費者の皆さん方の目線に立ったらどういう商品なのか、どの事業者なのか公表すべきだ、こうした話を受けて、まあ、農林水産部としてはこれを発表しましょうと。しかしそれに対して国の方から待ってがかかる、でマスコミの皆さん方がこれはおかしいじゃないかという中で、これは権限があるなしではなくて知事としてこれは発表させていただいた、その後政策提言を繰り返すことによって、やはり業を守る側と業を監視する側とが一緒っていうのはおかしいでしょう、
やはりそれを束ねて消費者行政を一元化をする消費者の側に立った消費者目線の役所が必要だと。そして法律もバラバラ各所になっていたものをここの役所に一元化すべきだということを提言をして、これは全国知事会の中に提案をすることにも同時になりますので、全国知事会としても実はお話をした。で、20年の8月、当時は、自民党政権で野田聖子さんが消費者庁のこの推進、まだできてなかったんでね、推進担当大臣ということで、私であるとか、あるいは当時野田さん岐阜選出なんで岐阜の古田知事ね、あるいは女性目線ということで千葉の堂本知事たちが呼ばれまして、そして今後消費者庁がもし出来上がったらどういう形で進めていくのかということで、暮らしのサポーター制度であるとか消費者大学校大学院、やっぱりそうした学びの場、賢い消費者がいるんですよ、こうした点を徳島から大臣にお話をしたところ、あ、こうした制度はぜひ導入したいと。そして21年の9月の1日に消費者庁が誕生し、16日から今度は野田さんが市販、主犯、指名、今度は民主党政権になっているという形にこうなるということなんですよね。だから我々としてはやはりそうしたこの行政としての問題点、国の制度としての問題点というものを常に指摘をして、今の制度になっている。今お話のあった例えば認証制度、このシールを貼るというね、これだけでも、これは事業者の皆さんにとってみると、シールを貼ったところと貼ってないところ、貼ってないところって場合によったら何か入ってんじゃないかと、こういうふうに見られてしまう。なかなか最初は理解が得づらいところでも、でも事業者の皆さんもこれはやっぱりやろうと、やっぱりこのナルトワカメというブランドを守ろうと、これはやっぱり事業者の皆さんの理解と協力がないとできないとか、まだ全部が貼っていただいているわけではない、ましては今回のは貼ってないところからそれが出たということがありますので、逆にその認証制度、認証のシールを貼るということが逆にこれからさらに加速をされるんではないかという期待、これはあくまでも我々は貼れというわけはいかないんでね、事業者の皆さんが率先して我々はこういうものなんですということを貼っていただくという制度ということなので、食品表示 G メンの今回の活躍といいますかね、それが発端で摘発ができたわけでありますので、我々としてはこうした制度も先進的な制度として国にできればこれを全国に広めてもらう、これはやはり国の仕事、消費者庁の仕事、まさに今消費者庁の関係についてそうした知恵は地方にあり、これは地方創生の言葉、キャッチフレーズになるんですが、まさに消費者行政のこうした日々の出来事、どうあるべきか、消費者目線、現場主義といったことは地方にこそあるということで、我々消費者庁ぜひ徳島にと言ってるのは、こうしたこれまでの取り組み、徳島のね、これは確かにピンチをチャンスに大変痛い、ナルトブランド、ナルトワカメというブランド、これが大変失意を当時したというね、そこに端を発するということなんで、やはり他の地域に比べると我々としてはこの真剣度、こうした点についてはかなり高いものではないかと思っているところなんですが、今ご指摘があったようになかなかこれが終わらない、しかし我々が長年言って、ね、こう政権交代などを繰り返したんですけど、その度にいやこれは憲法上の権利があってねと、私有財産権というのが非常にこう保障されてるんだ、しかし悪いことをして罰金を払って、それが儲けた金よりも不当に得たものよりも安いからまたやるんだって、これではどうにもならんでしょうということを繰り返し言ってきて、いよいよ今年の4月から課徴金制度、この制度がどこまで効くのか、こうした点もね、我々としてはしっかりと見ていきたい、もちろん冒頭にも言ったように罰則の方が重いからやらないんだということではあまりにも情けない、やはりそうしたものに当たらない、抵触しない、ちゃんと正当にやっていただいて、先達たちが積み上げてきたこのナルトワカメのブランドをね、やはりしっかりとみんなで守っていく、そしてできればもっともっとそれを進化させていく、で今度はもう海外にもどんどん売って出ようと、こうした時代なわけですからね、こうした点の理解をぜひお願いをしたいな、このように。で今の話、その、ずっとそういう偽装が続いているという特集の人もなるとわかんないです。そのずっと続いている原因っていうのを、知事はどう捉えているかということでいらっしゃるかということと、あとその新たな何かこの再発防止策で検討してこういうことを考えているというもしもあれば教えていただければ。いや、これも今申し上げているように、すでにそうした不正をやった人たちがどうしてだとマスコミの皆さん方に聞かれて答えているのは、
つい出来心でやってしまった、材料がなかなか入らないというものと同時に、結局ペナルティよりは、例えばペナルティ100万とかぐらいですよね。でも不当利得は数千万、誰か考えたところで差し引きすればね、逮捕されたって別に商売続けるっていうねことがあるんであれば、まあ普通は考えられないですよ、そんな信用失墜になるんだから。まあそうした点でやはりこの不当利得の返還請求、最初の時から私はこれ必ずこれがないとやる、そのようまあ話の通りになって、国も憲法上の問題はあるんだけどということで、とうとう、まあ、それからだいぶ経ちましたけどね、8年かな、それで28年の4月いよいよ課徴金制度が動き出すということになるということなんで、まあ、我々としてはまずこの成果を見たいと。それでもなお起こるということであれば、もっと抜本的な対策を考えなければいけない、まあ、これまでも抜本的な対策をやり、そして国の制度を変えてきた、消費者庁もできたということがあります、まあ、まずこの28年4月課徴金制度、これがどのように効くのか、ここをしっかり見たい。そのまあ、そのナルトワカメ、先ほども話したように、ずっと、まあ、立て続けについているというのは、今回また出て、その業者の方とか、消費者のまたかと、そのもっとこの県とか取り締まりとか、いろいろもっとして、もっと徹底してほしいというようなお話がありまして、結局その、先の認証制度の話もそうなんですが、その今、知事がおっしゃった国の課徴金ではもちろん大切だと思うんですけれども、その県としてできることっていうのを、ずっとこの何年か、もっとできることはなかったんかというところ。やっぱあると思うんですが、これはこの知事としての責任というか、これはどう感じていらっしゃるかというところをお聞きしたいんですけれども、ブランドを守るということは、これは県だけということではなくて、やはり生産者の皆さん、加工をする皆さん、そしてさらには流通して、でそれが最終的に末端とかね、消費者の皆さん方に届くところの販売、この皆さん方と行政がしっかりとスクラムを組まなければいけない。ではどうしてこれ起こるのか、原因ははっきりしてるね。つまり、ナルトワカメというブランドが非常にこれ、金看板になっている。誰もが泣く子も黙るナルトワカメと言ってもいいぐらいに、ナルトワカメと聞いたらこれはいいものだと。こういうふうになるんで、引き合いが非常に多い。つまり、販売の方からもっと出していく。でも、生産は当然限られるわけですから。でそれを出すときに、10という要求があって、いや、実は5しか出せません。でも、なんとかならないの。高く買うよということになれば、やはり事業者としては当然儲けをしなければ会社ってのは潰れちゃうわけですからね。で何としてでもそのニーズにお答えをしようと、じゃあその分韓国産持ってこようかとか、あるいはよそのやつ持ってこようかとか、まあ、安易にそうなってしまうというところなんですね。だから生産者の皆さんにとってみると全く迷惑な話なんですけどね。だからあとは表示として場合によってはしっかりと韓国産が入っていると書けば、これは別に問題ない。純粋にこれがナルトワカメなんだと書くから問題。でもまあ確かに販売する側からしてみると、そう書かれると値段を落とさないと、まあ、そうした流通販売この間にも大きな課題が当然のことだから。でもそのぐらいナルトワカメっていうブランドは先達たちの努力によってね、確立をされ、大変魅力的なもの。でもこうしたものが立て続けに起こることによって、結果としてナルトワカメと聞くと、なんか偽装されてんじゃないのと、最終的には消費者の皆さんからそう見られれば、今はいくらでも出してくれという販売、こちらの皆さん方から、いやもういいよと、結局そうなんです。だから目先のことだけ考えていると、後に大変なことが待ってますよと、これは我々が何度も言うわけです。どうしてもやはり目先のことにとらわれる。でも確かにこれは分からないではない。会社だから儲かるときに儲けようって。赤字を出し続けると会社潰れちゃいますからね。でもそれでは結局ブランドを守ることはできませんよ。まあ、しかし我々としてはこれまでの間、もっと課徴金制度は早く出してくれと。ただこれは憲法上の問題があって、知的財産権の問題がね、そことの関係でなかなか法制化するのも難しいんだって言われ続けた。でも言い続けた。そしてその間、やはり偽装が起こって捕まった人たちが言った。いやーでもねって、出来心なんですがと求められれば、あるいは罰金との関係からいけばね。でも国が動いたのはようやくっていうことでね。
だから何度も申し上げるように我々から言ってきた、そして長年言い続けてようやく28年の4月に課徴金制度が動くということになるんでね、まあ、しっかりとこれを見る、つまりこれまでの間そういった形で言い続けたからこそこれだ。最初はもう憲法コロロね、憲法知らないの、私有財産権一番保障されてるんですよ、行政といえども手が出せない、そんなことはないでしょって悪いことやって罰金の方が一桁少ないから、で罰金払ってチャラッとしてまたね不当利得を取ると、それを制度としてやはりしっかりとそういうことをしてはまずいよと、必ずしもこれが効きすぎるっていうのは良くないんですよね。でもここまで来るとやはりそうした究極の手段を打つしかないということで、ようやく国を動かすことができたということですね。だからこうした点は逆にマスコミの皆さん方にもよく、まあ、PR というかねしていただくことによって、まあ、徳島県がこの消費者税制を取って大変まあ努力してきてる、でこの国の制度を作るというのが国が動いてきたんじゃないですよ、我々が言って、しかも国としては無理無理って、ね、例えば措置命令権限を移す、これも最初に言われたのは、いや地方公共団体受けないって言うんですよ、そんなことないですよって受けますよ、まあ、確かに昔はそうだったのかもしれない、こんなめんどいと、でも我々は全国知事会でも総意として出した、そして措置命令権限が動くということになったんですよね。だからやっぱりそうした普段の取り組み、そして政策的、でも我々としてはその間にもし鳴門ワカメの偽装が全くなくなってしまうとか、あるいは中国餃子の事件であるとか、あるいは名だたるホテルのレストラン、またホテルがね食品の表示偽装があったじゃないですか、もしこうしたことがなければ、まあそれまでのところでもやめてたのかもしれないですけどね。あ、すみません、まあこの国の課徴金制度の推移を見守るというところがあったこと、あとその徳島県として、まあ、今までやってることはさっきの元制度も含めてないんですが、引き続きこういうことに力を入れていきたいということがあればそこを教えていただきたいんですけど、やはり今回ブランド対策協議会その部会長さんのところでこういうことが起こったということはやはり重く受け止めなければならないわけでしてね、やはり事業者の皆さん方が原点に立ち返って、もう一度このブランドを守るということの大切さ、また大変さというものを再認識してもらいたいなということです。それとなかなかシールがっていう話の時でもやはりもう全部がシールを貼れるような、まあ、いわば宣言なわけですからね、まあ、そうした形を加速をしてもらいたいなと、まあ、これは重いということですよね。ブランドを守る大切さを再認識っていうのは県としてもいろいろ啓発はしていくというふうなところでしょうか。まあ、啓発というよりももう一度もう何度もこれは繰り返し言うしかない、で事業者の皆さん自身が本当は言ってくれないと困るんですよね。あ、事業者本人そうそうそう、我々行政がこれわーわー言う話じゃなくて、だって自分たちのものなんですから。だから最初にこの19年この事件が起きて対策協議会を作って、生産流通、まあ、加工流通ね、この皆さん方を集めた時にマスコミの皆さんが、これはまだ平成19年あるいは20年ぐらいの時にね、事業者がちょっとバーッとこう言ったりされたじゃないですか。その時になんと出たか、徳島県はね鳴門ワカメのブランド確立に一体何やってくれたんだ、これが最初の意見だったんですよ。つまりそれはひっくり返して言うと、ブランドを作り守ってきたのは事業者の皆さんだということ、生産者だから、この原点にやっぱりしっかり書いてもらいたい。だから本来は行政があまり口を出す話ではない、ましてや当時は消費者庁なんてなかったわけだし、業を守る側と規制する側が一緒だった、何かあったらまあしっかりやってねって、で業を頑張ろうねって、国そういう時代でもそういうこと、そこから消費者側に立つ行政がね、これが必要だと我々は19年から言い続けてきたです。これが今日消費者庁ができ、あるいは措置命令権限が国から県に移り、条例の下で権限を持った G メンを作り、あるいは賢い消費者を目指す消費者大学校、大学院、暮らしのサポーター、コーディネーター、そして大学との連携、さらには課徴金制度、
そして法律もバラバラだったものが食品表示法ということでね、去年の4月からスタートして、で県は同時に条例を合わせて打つ、まあ、行政がここまでその関与をしてくるっていうことは今まででもなかった話でも、まあここまで関与しなければいけないということもね、まあ、確かに消費者行政といったものが日本の国民の皆さんの暮らしにね非常に根付いてきたと。今までは泣き寝入りっていうことが多かったわけですけどね、まあ、そうしたことで、まあ、行政としてもしっかりやらなければいけないんだけど、やりすぎなければいけないということはなさない。やっぱりブランドっていうのは事業者の皆さんがまずしっかりと守って、そして先達たちのその努力、これにもう一度思いを馳せる。そしてブランドっていうのは一回気づき上げるのは大変なんだけど、失うのは簡単なんだよ、まあ、こうした点をもう一度ね思い返していただきたい。あまり目先のことばかりに、ね、こだわらないでほしいなと。他に質問事項はありませんでしょうか。はい、福井県の高浜原発なんですけど、はい、再稼働3号機がしまして、はい、で、まあ、避難という事故が起こった場合の避難という点で、福島県内でも鳴門市はじめ三市町で、1万7000人ですかね、予定されていると思うんですけど、まあ、一方でその受け入れという面でいうと、まだこう具体的なところが決まってないというような課題もあるようなんですが、ここら辺その、まあ、広域避難訓練というような話もありますが、そこら辺は県としてこれからどういうふうに受け入れ体制というものを進めていくか、何か お考えありますか。はい、これは徳島県というよりも関西広域連合の中でまず取り決めをしよう、まあ、最初はここまで大規模になるということにはなっていなかったわけなんですが、やはり影響を考えてみると、まあ、とてもとても逆に京都だとか場合によっては大阪だけでは無理、あるいはそこが規制エリアになる可能性が高い、特に京都はですね、まあ、滋賀もそうなんですけど、まあ、そうなってくるとやはり一番影響の少ない徳島で、しかも関西広域連合に一番近い鳴門をはじめとする今三市町、まあ、ここのところに引き受けていただこう、で各市長さんあるいは町長さんたちも、まあ、何とかしましょうということをおっしゃっていただきましたので、もちろんこれからどういった形での避難訓練をやるのか、ただ単に施設を列挙しているというだけではこれ足りないわけでありますからね、まあ、しっかりと敦賀はじめそうした関係の市民の皆さん、こうした皆さん方と対応していく必要がある。これはまあ関西広域連合全域でこの対応をやっていくということにしていますので、ね、今おっしゃるように、まあ、いよいよ再稼働したということもありますので、まあ、これを受けてしっかりと訓練、これは徳島県というだけではなくて当然相手方もありますから、やっぱり関西広域連合を含め全体で対応していくべきになると考えています。でそうなるとまず全体のものについては広域防災、これを担当している兵庫県、まあ、こちらがヘッドクォーターとなって対策をまず原案を練っていくと。そしてこれに対して医療、広域医療になっているのは徳島県、また災害医療も徳島県ということですので、まあ、兵庫県と連携をして全体的にどうするのか、もちろんただ単に避難をしてくればいいということではありませんので、やはり放射能対策といったものをしっかりとやらなければいけない、直線の問題ですね。で当然受け入れた側が被爆をしてしまうということになるとまたこれ大変なことになるので、当然そうしたその除染の対策というのも重要な、これは東日本大震災の時にねかなりの知見ができました。こうしたものも参考にする中でまず兵庫県の方で考える、でもうすでにこの原発の災害、これについては想定をした上で広域防災計画関西広域連合として取り組んでいますので、まあ、これが実際に高浜が再稼働した3号機ですね、まあ、これを受ける形で今後しっかりと、そして実際に行っていく、こういう段に移ってくると思います。はい、質問ございませんでしょうか。具体的な日程とかっていうのは今のところ、そうですね、まだそれは出ていません。おそらく広域防災局の方でそれを取りまとめて最終的に我々の方に
打診があると思っています。まあ先日 の、 まああの寒波の雪でですね、はい、あのまた県西部、三好市の方でまあ水道管が破裂したことでまああの断水が続いていたということがありましたけども、何かそちらの面で何かあのまあ県として対策というか何かあの検討とかございませんでしょうか。で実はこれ、まあ、今回は40年ぶりの寒波ということで三好市が中心、まあ、三好市だけではないんですけどね、水道管が凍結をし亀裂ができて、でそこから漏水をして断水になるということになりました。まあ、実はこの水道管、まあ、昔鉛管ということでそれをどう変えていくのか、エンドの話ですよね。まあ、そうしたところから始まり、今度は地震ですね、これに備えるということで、これ決して上水だけじゃなくて、まあ、上水、下水、それから工業用水、全部これ管を通してるんですけどね、当然地震が起こるとこれ亀裂が生じたり、まあ、これ東日本大震災でも上水、下水全く機能しなくなりましたからね、まあ、そうした対策が必要だと言われてきてるんですが、なかなかこの老朽化対策はお金の問題としてできない、特に国の制度ですね。ということで我々政策提言でこの放水あるいは上水、うちの場合たまたま下水は後発だったんで、まあ、まだ更新時期にあまり来てないということがあったんですが、繰り返しこれ政策提言を行ってきたんですね。で共にこの役所が違うと、で逆に放水の方が先に経済産業省が動いてくれまして、まあ、耐震化をするためのねやり替えといったものが制度が出来上がった。ただ上水がまだ出来上がってないんですよ。で確かにこれは一回その制度を作ったとなると殺到するんですよ。例えば皆さん方もこう記憶新しいと思うんですけど、192号ちょうど阿波銀ホール郷土文化会館の前のね幹線道の上水があれしましたでしょ。ああいう形でこう老朽化が進んでいる、でもなかなか手がつけられない、どこにどう亀裂が入っているのか、よくこうねこう針金みたいなのを持ってどこをやってるってこう水道局の人たちがやるじゃないですか。まあああいった形で、まあ、補修程度でしか今できない、やっぱりこれはもう大々的にやり替えなければいけないという一つの啓示なんだと思うんですよね。まあ、今回は40年ぶりの大寒波ということで、まあ、くしくもそうしたものが表面化をしたと。でただこの三好市の人たち、今回山城のエリアは多くやられたわけなんですけど、ここの皆さん方っていうのは寒水っていう、あるいは自分で水を引いてるっていう2系統で取ってるということがあって、まあ、その意味ではセーフティーネット飲むだけということだったら、まあ、なんとかいける。しかしこれで洗濯機を、自動洗濯機を動かすとか、これはなかなか難しい、水圧の関係ね、いうご不便な点は当然あるわけですが、やはり普通の都市の浄水と比べるとセーフティーネットがあったといった点が、まあ、今後我々としては南海トラフ巨大地震を迎え撃つといった点で、まあ、一つのこれも処方箋といいますかね、そうしたものがあったのではないかと、まあ、ピンチの中からどうチャンスを見出すのかということですが、やはり根本的にはこの水道管をやり替えなければいけない、そしてできれば幹線の部分については免震にしていかないと、もう今度東日本大震災のあの急が来るともう全部止まってしまう、復旧には1週間どころでなくかかると、まあ、こうした点がありますので、まあ、我々としてもさらにこれは国に対してこれはもうかなりのお金がかかる話になりますので、まあ、市町村の皆さん方だけで対応するのはこれもほぼ不可能と言ってもいいかと思いますので、まあ、県としてもしっかりと市町村の皆さんをバックアップする形で国に制度を新しく作ってもらう、これまで以上にこれは提言を行っていかなければいけないな、まあ、決意新たにという感じでですね。質問ありませんでしょうか。人口移動状況の結果が2015年度の分が出たんですけど、まあ地方創生元年というふうに一応位置づけてはいたんで、全国的にも位置づけてたと思うんですけれども、全国的にも東京を中心がさらに進む結果になっていて、徳島に関しても昨年よりも割と 1.5 倍増ぐらいの人口流出だったと思うんですけれども、この結果について知ってどうですね。まあ、逆に言うと、だからこそ地方創生の歩みを進めなければいけない。つまり元年っていうのはそこからしっかりやっていこうと、いろいろな国の制度もでき、我々も計画を作り、
ということで、当然その計画あるいは国の制度これらが具体的に稼働していくっていうのは要は平成28年度から現に国は最初計画は平成27年度中に市町村を含めて作ってて実情は28年度スタートでも我々全国知事会の方からはいやそうではなくてできるところからやろうというのは今の実は結果が起こるであろうという想定のもとなんですよね。つまり掛け声だけで人口移動が止まるわけじゃなくて例えば日本版 CCRC についてはね、まあ、最初我々がずっと徳島ゆかりの高齢者徳島会議これを打ち出してそして長年これを行ってきたモニター調査もやるそうしたうちにこの制度を活用してというか、まあ、自信を持たれたのか日本創生会議が日本版 CCRC 高齢者の皆さん方を地方でという話がまあ出たんですよね。でも当然これに対してはアレルギーがバッと出て平成の奪すテーマかっていうね。だからやっぱりこれも具体的な対策あるいは実際に移住をしてあよかったっていう声がねしっかりとマスコミの皆さん方を通じて全国に発信をされないとやはり今までの流れはどんどん加速してるわけですから当然止まるわけです。だから東京にある本社機能もね地方移転これは税制はできたんだけどまだ全然動いてないわけですよ。引き合いはあるのでそれはなぜかというと国の本気度を見てるから。それは政府機関の地方移転本当にやるんかやらないのか、ね、よく言われてるじゃん消費者庁と文化庁すら移せないんだったらもう終わり。だからこうしたものをもうみんながこう見ている状況つまり見てるだけであれば当然今平成20年をピークに人口がどんどん減るしかも都市部の流入っていうのはより加速してるこれを止めることは当然できないみんなを見ながら走ってるだから逆に言うとこれからが本当の勝負いよいよ県内の市町村も戦略はね総合戦略と人口ビジョンが出来上がってそして具体的に国の制度あるいは県の制度これらを活用してで取り組んでくるということになります。まさにこれからもっと言うと今回の27年の人口移動といったものがね本当にやらないともう終わっちゃうよっていうことが結果だと当然の帰結とこう思っています。先日その東京一極集中の是正というのがそもそも政府機関の地方移転の、まあ、そもそもの前提だと思うんですけれども先週ヒアリング知事出席されたと思うんですけど割とその消費者庁側からはそれでもやっぱりこうやはり難しいというような反応があったというような報道もあったんですけれども知事その辺の反応はどういうふうに。いや私も霞が関にいましたからねそれはもう当然そういうことを言うのは当然だろうなとだから逆に言うと有識者の皆さん方、まあ、増田座長さんをはじめねものすごくこう印象悪くした消費者庁側が現にそういう言葉出ましたからねものすごくこれも消費者庁に対して印象悪くったよでテレビ会議を同時にやってねなかなか音声がつまり河野大臣が徳島に12月の14日来られてで私が東京本部からでテレビ会議やったじゃないですか。あまりにもスムーズでびっくりした大臣言われて。で私が大臣って今のね特別会議室のここ見てください。Wi-Fi マークあるでしょ。あ、徳島県庁 Wi-Fi 使えるの。あ、使えますよって。消費者ちょっと使えないんだよって。つまり霞ヶ関が全く ICT 化されてないって。でテレビ会議はあまりやってない。ただね私が郵政省の室長だった平成10年11年は。地方支分局、うちだったら四国通信総合通信局ね、とはね、全部私が施策を新しく説明するときに各部長を並べてテレビ会議でやったんですよ、郵政省がね。ただ、いつも言われたのは市長、これ、回線使用度高いんで、なるべく手短にやってくださいなんてね、いつも言われたんだけど、その時からほとんど進化してないわけ。まさにガラパゴス。私言ったの、そのように仕掛けが、いやー、消費者庁のバナー反応って、ガラパゴスですよねってみんなちょっと湧いたんだけどね。だから当然うまくいくわけない。Wi-Fi も使えないんだから。これは徳島県庁よりも20年くらい遅れてるんだからね。だからテレビ会議って言った点ではね。それからもう一つ考えないといけないのは、もちろんこれは国がもう東京一極集中是正のための両翼として、企業の東京本社、ね、これの地方分散。それから政府機関、霞が関に集中しているものの地方分散と。この両方言ってるんだけど、国家公務員の人たち、私もかつてそうだったんだけど、
この国家公民っていうのは北は北海道、南は沖縄まで転勤あり得る話なんだよね。もちろん地方支分局で採用された人は原則そこでも霞が関に来ることある、ね、だから住所がどこであったって国家公民なんだから、東京都庁の職員じゃないんだからね。これはまず言われて移るんだということだったら移るを前提に考えるのが筋でしょって河野大臣が言われる、当然のこと、国家公務員だから。今徳島県庁の皆さん方だって外務省に行ってまさに割愛として外務省の職員として大学を借りに行ったりとか現に今言ってますよね。あるいは霞が関、これも割愛という形で昔のような全部手弁当でコピー焼きだけするという研修生ではなくて係長だとか課長補佐というラインに、で国の職員、給料も国が払ってもう十何人みんな行ってるんですよね。徳島県庁の人間なんてそうしてるのに、ましては関西広域連合に行ったり四国の各県との人事交流したり、今東北の復興では10人から行ってるわけですよ。まさに国家公務員給料、それが消費者庁の皆さん方が移らないっていうんだったら東京都庁の職員と変わらないじゃない。でも東京都庁の職員だってもともといろんなところ出てますよ。だからやっぱり国家公務員だというその身分、これを考えたら真っ先に、で霞が関の皆さん方がいやもう調査このままだって今先ほど言われたような人口動態見たらね、これはこの国終わっちゃうって。国家公務員というのは国全体考えなきゃいけないんだから、だったら我々が率先垂範して移ろうって言って、で我々移るからってみんな手を挙げてよっていうのが本筋よ。ねえ、反対して、しかもガラポックス状態で反対するって、これガラポックスショートに行くんだけどね。いやこれはもう聞いててね、もうほんま笑っちゃったで、有識者の人たちもね、ちょっと笑っちゃったわけ。説明があまりにも下手、決められたね3分、10分以上説明した、絶対20分しかないよね。だからそういった点でも考えがまとまってないな。だったらこれから公開討論とかさ、そういったものやってくれたらいいなと思うね、これは。でもね、そんなことをする話ではなくて、やっぱり原点立ち返って、皆さん方はどういうご身分なんですか、ね、地方公務員なんですか、国家公務員なんですか、あるいは民間企業の方なんですか、答えてほしい。当然国家公務員だね。じゃあ国家公務員の勤務場所はどこですか、霞が関ですか、東京都内ですか、全国だわね。外務省の人たちだけじゃなくて在外公館だとみんな行くわけだから、そうやって考えるとやはり全国にねで活躍をしなきゃいけないわけ。日本全国、今でも世界が国家公務員の皆さんの働く場所なんだから、こんなことはもういろはの日だから、ね、入った時からそんなことは分かってるはず。これはまあ国家公務員の先輩として言わせてもらう。質問ありませんでしょうか。はい、消費者庁 の関連で今の、はい、まあ、そう、向こうも、まあ、テレビ会議のテストを始めるなんかして一応準備はやりだしたみたいですけど、まあ、まあ、うまくいかないっていうようなこともあって、で今のお話だと、まあ、それだったら、まあ、徳島側は何の問題もなくできるのかなとも思うんですけど、今準備を進めている中で、受け入れにあたってですね、まあ、課題があるとかですね、工夫しないといけない点、その実現に向けてですね、その準備の進捗状況も含めて、徳島側 の受け入れ体制についてちょっと現状をお話しいただけると思います。もうすでに河野大臣の方から3月には坂東長官が神山側へということなんで、当然その回線のもう一度のチェックであるとかね、当然国との回線でうまくいくのかどうかといった点のチェック、まあ、これはまあ ICT の企業の皆さん、12社も来られて、皆さん方はスムーズに東京の自分たち、あるいは大阪の自分たちの本社とは続くでやってますから、まあ、うまくはいくと思うんだけど、それだけで安心していていいものではありません。やっぱりきっちりとこれはキャリアというその線を守ってくれている皆さんとしっかり対応していく、これがまず一つ。それから今度は4月以降、商品テスト、あるいは研修、これは相模原にあるものなんですけどね、まあ、これを受け入れていこうと。で我々としては、鳴門の今ある合同庁舎、こちらの方に移していこうと考えていますので、また商品テストについては、すでに4つの機関、工業技術センター、
こちらはもともと食品とそれから工業研究所、その両方が一体化になった、まあ、全国でも珍しいところなんで、食品なんかです。それから昔保健環境センター、それと製薬指導所、2つあったものが今は1箇所になって、そして保健製薬環境センター。で、実は国の方商品ですと製薬がないんですよね、実は。だからこうした点については新たというのは、徳島っていうのは永井長吉先生、薬学の父が生まれたところだし、大塚グループをはじめとしてまさに製薬発祥の地といって過言でないわけで、まあ、こうした徳島の強みといったもの、これを使えるんだで、それからさらに農林水産関係のものについては維新できたね、農林水産総合技術支援センター、ここをしっかり活用する。からもう一つ、実際に相模原の商品テスト全部見てきたんですけど、ある規制のテイスターというかね、機械でそれを調べる、不温のどういう不良がないか、でもね、場合によって加工しないといけないから、この機械 で、その場合はものづくりがいるので、我々としては新たにできた中央テクノ、こちらをものづくりの中央拠点、ここも一つ入れて、この4つの機関を活用してやっていこう。もちろん今後、例えば自動車のテストコース、例えば自動車のブレーキあるいは ABS が効くかどうかということで、路面を雨の状態にするようにこうスプリンクラー、これがあって、あるいはタイルがこうあって、ね、雪の時をこう例えばタイルにさーっとこう滑るみたいなね、まあ、ただ 270m のコースが直線コースだ、だからこうした点についても、まあ、今後しっかりとその適地を で、 できればただ単に商品テストをするっていうんではなくて、他にもこれが使えるというね、まあ、これも必要なんじゃないかと、まあ、進化をさせていく必要があります。でさらにこれ以外で足りない部分については、今のナルトの包丁っていうのはナルトの剣の整備の部分が入っていますので、車庫が1階が全部こういろんな小分けになった車庫になっているので、ここを改良して受け入れるということも可能かなということで、まあ、あらゆる可能性についてこれはもうご用意をさせていただいて、しかもこれをワンストップで、例えば研修なんかはこの包丁を活用させていただきます。もうすでに4階部分は前々から企業誘致しようということで開けてあるんです、まるまる。ということで、まあ、今回、まあ、4階部分だけじゃなくて、使えるところをどんどん使っていこう。なるべくワンストップの方がいいかと思います。我々はだからこの鳴門の校長庁舎をはじめとして、空きスペースなどについては、企業であったり、これはサテライトオフィスとかね、で東京の本社の地方機関というかね、分散を言ってきてるわけですから、このスペースとしてもね、どんどんやろう。だから別にこの消費者庁を誘致するから少し小切れにしていこうとか、パーテーションどうしようかとか、まあ、こういったことを考えるのではなくて、あらゆるものを東京から受け入れてくると、地方を分散していく、ね、その拠点にどんどんしていこう、こう思っています。その、まあ、一つの大きな頼みとして、消費者庁 の、 その国民生活センター、そういったものが来ていただいて、それはもうアメニティというか快適性を高めよう。すみません、研修の受け入れ先としたら、鳴門の防潮車、これをワンストップで基本的にはそこで受け入れると、はい、で例えば他の県内の他のいろんなところで分散して受け入れるというよりも、もう鳴門で一括しても受け入れていくという原則的にはあります。やはり研修場所っていうのはどこっていうのが分かりやすい方がいいと思います。あまり分散をすると、で商品テストっていうのはそれぞれに持ち込まれてきますから、やはりそういった機器整備がなされているところ、あるいは設置をしやすい場所で、既に言われているそれだけもうやってるわけなので、で国にない、例えば LED の速攻、これは工事センターにありますけどね、西日本最大のケースがあるわけですから、まあ、これからはもう白熱灯も製造中心になって、蛍光灯も蛍光管として LED になっている時代ですから、やっぱりこうしたものの検査といったものをしっかりと行うと、これは国にない、国だったらこれから買わなきゃならない、我々すでにあります。こうしたものも使って進化する商品ですと、まあ、新次元とも言いますけど、これをやっていきたいなと思います。だから研修はやっぱりワンストップの方がいいかな。質問ありませんでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。